封鎖について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は上院式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はオート内での生活の支援も続けていると強調しました。先日までラスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。代償もねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。何かを伝えに来たのか。ケンティアナ。成績を背負いし王よ、雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためカンナギは。ルーナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは受け負を終え、紅葉の指輪とともに水筒にて待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。またして悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルはオートにあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね？はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか。
やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナフレーナ様のもとにあるならひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ。ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ。これよし、着いた。ダメだな。タイムどう思ってんだ。いいですか。お前に右方向、敵が複数いるぞ。サンキュー。なんだ、様子がおかしい。行くぞ。
行くぞ。右目もやられてんだな。死角をつければ勝機はある。追いかけよう。気をつけた方がいい。いたぞ。仕掛けるか。いや、奴は住処に向かっているはずだ。そっと後をつけて場所を特定しよう。了解。
お疲れさん。厳しい状況だ。やべえかもな。Let's go.
ありがとう。思ったけど、いい流れだった。俺らってさ、キングスナイトみたいじゃない？はぁ、あ、4人で一緒に戦うじゃん。じゃあ俺は星5の強さだな。いや、そのレアキャラは俺だろ。巨神に引き続き雷神とは忙しいな。ルナフレーナ様もってことだよね。一人儀式を進められている。負担もあるというし心配。どうした、イグニス？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。
君たちが退治してくれたんだろう。わかるよ。みんなを代表してお礼を言わせてくれ。本当にありがとう。じゃあチョコボは？もちろん、君たちにならいつでも貸し出すよ。お兄さん方強いんだな。やったー、早速乗ってみようよノクト。いらっしゃい。はい、どうぞ。はい、どうぞ。そろそろ休もう。ちょっと癖があるからな。ほら、苦手だね。どうも、また来てくださいね。武器ならあるぜ。ドイツが欲しい。また来いよ。休むか。うん。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。